始まりました。ハラベルチャンネルです。ヘアメイカのラムです。ヘアメイカのリナです。ラムリーナです。今回の動画は原宿の美容学生がノーミラーメイク対決をしてみたという企画になってます。イエーイやばくない？え、鏡なしでメイクしたことないんだけどやばいよね、本当に緊張してます早速やっていきましょう。それではルール説明をしていきたいと思います。初デートに行く時の本気メイクというテーマで、鏡を見ずに制限時間15分以内でメイクをしていきたいと思います。初デートに成功しそうなメイクはどちらか、あとでスタッフの方に決めてもらいたいと思います。ベースとアイブロウはもうすでに終わっている状態なので、その続きからやっていきたいと思います。はい、やばくない？緊張する。いってきます。よーいやべ何かやろ。何かやる。アイシャドウ。じゃあこれです。アイシャドウ。あ、私もアイシャドウこれです。どうする？やっぱ目は、あ、待って、このマックのこれにします。鏡ある、危ない。待って待って待って、見えない。指でやろう。指の方がいいよね絶対。え、そう、マジ？え、指でやろうかな。じゃあ真似するな。やっぱ指でやるね。初デートなんで、キラキラのナチュラルめな感じやっていこうと思います。めっちゃ怖い、どうしよう。いや、これできてんのかな。なんか色になってるか分かんない濃くついてるか薄くついてるか分かんなくない？いや、待って、分かった。まあ最初リップしよう化粧感出すためにね。そう、動画的にやっぱリップがいいよね。下まぶたも塗ります。で、どこ？口どこ？で、下まぶた。え、本当塗ったら、次ヒート。このキラキラ使っていこうと思います。え、このキラ可愛くない？可愛い。何？あ、いいね、ラムチンの顔見ながらメイクするのいいね。なんかダメだろそれ、自分の顔見てるみたいな。反則ダメか。あ、分かった。まあ、でも初デートは1時間かかるけどメイクいや、2時間前に起きるよ私は、うん、マジ寝れないもんだって夜。どこ見てメイクしてるのか。A8 のレンズ。え、なんで自分の顔が映ってると思ってやってるから、そっちに3C のアイシャドウを怖っ、待って怖い。よし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 、いい感じじゃない？ダメかな。まあいいよ、もう一回登場。これ塗っていきます。目尻のところに塗るの怖くない？これ、どれ？ここに。おお、ジャズ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 ラはもうそれやんない。もう絶対目の中入るもんだって。まあちゃんと鼻筋を、あとこの唇の上。はい、塗った。はい、次ゴールド。ゴールド塗っていく。なんか全然ついてない気がする。待って、ラムチンアイシャドウなんか結構ちゃんとやってるから、ちょっとやろう。あと、何分あと？え、まだ10。え、まだ全然あるじゃん。全然ある。え、もっと丁寧にやろう。じゃあ次、アディクション使っていきます。目頭にのせます。私ビューラーします。え、待って、怖い怖い。え、まつげどこ？お、いいんじゃない？どうでしょうか、ちゃんとついてます？ビューラー怖い。ビューラー絶対怖いよね。ビューラーめっちゃ怖い。これできてる。次、チーク。チークはセザンヌ使っていきます。やばい、絶対チーク濃いもの。水を塗ってそう。でもさ、初デートだよ、初デートだよ。でも初デートでも濃くいくよあ、自分を隠さず、うん、ありのままな自分でね。そうそうそう。ハイライトはセザンヌ使っていきます。洋服とかさ、うん、好きな人のタイプに合わせる？合わせたいけど自分のでも行きたいよね。似てる人とかいい、映画いいよね、うん。濡れてる？マスカラ分かんないんだけど。よしよし、何分？あと8分。あ、意外とあるね、まだ。え、痛い。事故った。待って、アイライナー怖いな。キラキラもうちょっとつけようかな、なんか足りない気がするから。私涙袋乾こうっと。どこだろう、ここら辺かな。え、ほくろなんも描きたい。よしよしよし、次ビューラ。え、ビューラ怖っ。アイラインします。いた、挟んじゃった。これお友達にもらったやつです。シャネルシャネルのアイラインって可愛くない？可愛い。こうなんかグレーのキラキラみたいな、うん、どこだろう、目。え、結構ラムどこ？結構さ、ラムいけてる気がするんだけど。ビューラー上がった。やばい、ラム今真剣だって全然。え、全然もう…え、うまい、うまい、うまいってめっちゃうまい。なに？キラキラにし、キラキラ塗ったっけ？
自分が何やったか分かんなくなっちゃったんだけど、増やす、なんか増やそうかな。やらもリップ塗っとく。リップはシューエムラマ使っていきます。下まつげさ、鏡内に塗るじゃん。挟めた挟めた挟めた挟めてる。待って、声大きくなっちゃう。なんかどんどん楽しくなっちゃって。あ、できたわ、絶対。ノージシャドウ、ノージシャドウやってみた。下まつげ紫にします。ノージシャドウやります。なんか近くで見たら可愛いから、絶対。これ可愛いですよね。可愛い。アイシャドウです。なんかさ、見たけどさ、リナの好きな色いっぱいあったね。なんかどっかの YouTuber さんが、そのアイシャドウのピンクのキラキラをなんかここにやると、まあ、今は季節ちょっと違うけど、うん、なんかイルミネーション行った時に可愛いって言ってました。わかる？イルミネーションのキラキラで自分の顔がキラキラしてるんだって。なるほどね。可愛い。え、どうかな？もう結構いい感じだと思う。え、あと何分？あと3分もあるよ。もう怖くて手つけられないもんな、もう。これでこれ以上濃くしたらもう終わりそう。な、リップちゃんとするけよ。あ、ちょっとついた、なんか今。リップ難しそうだね。難しいよ、だってさ、私いつも唇の輪郭がないんで、いつも超集中して描くんですよ、リップ。うん。鏡見ないで塗ったことなんかない。なんか最近発見したことなんですけど、このキラキラとかハイライトあるじゃないですか、うん、を口の口角のここに、うん、やるとなんか唐揚げ食べた後みたいでめっちゃ可愛いんです。なんかやろうっとやばい。可愛いだからちょっとベースを紹介しようかな。けどな、ポーランド状を使ってます。ベースはで、これには化粧下地と美容液が入ってるから、これ1個で十分できちゃいます。その前に日焼け止めも塗ってます。これめっちゃみんな持ってない？このね、私赤みが結構あるので赤み抑えるやつ入ってます。私はローズです。血色感出すやつです。眉毛は UR グラムで描きました。え、じゃあラーも紹介しよう、うん、眉毛はあのこれです。サナエクセルアイブロウ、うんうん、めっちゃ描きやすい。描きやすいそれも。で、日焼け止めは2個使いしてて、うん、その紫のトーンアップの方も使ってます。うん、前使ってたそれね、なんかいつもお揃いだよね、うん、え、できてるか。うわ、びっくりした。終了でーす。ガチャ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 ガめっちゃついてる。上手いよ。え、やば。はい。はい。じゃあこんな感じで完成でーす。めっちゃ楽しかった。ね、初めての体験ができた。これで初デートは行きたくない。はい、行きたくないです。ちゃんと2時間前に起きて行きます、うん。いかがでしたでしょうか。この動画がいいと思ったらチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。せーの、ゴーさん、はい、バイバーイ。